はい、それでは本日、読谷村中学生海外ホームステイ派遣事業に、参加した、生徒の方からお話をお聞きしたいと思います。それではまずはじめに自己紹介よろしくお願いします。はい、昭和薬科大学附属中学校3年小林さくらです。それでは、小林さんの方にお話をお聞きしたいと思いますが、今回のこの、海外ホームステイ派遣事業の方に参加したきっかけ、を教えていただきたいと思います。学校の先生からホームステイやってるよって言われて応募してみようと思いました。それでは、今回ですねホームステイ先どこに行かれたか教えていただいてもよろしいですか。アメリカのカリフォルニア州のサンタマリアです。今回このホームステイ先での、ホストファミリーのところとか、学校での、学習についてお聞かせください。学校では、帰ってホストファミリーとすぐ話せるような日常会話を学んだりしました。それでは、ホームステイ先で何か驚いた出来事とか何か印象に残ったことがありましたらぜひ教えてください。ホストファミリーが食べ終わった後の皿を犬に舐めさせてた時はとても驚きました。日本であまり見られない光景だと思うんですけどもありがとうございます。はい、今回のこのホームステイ派遣事業をきっかけに、今後の進度とかあるいは目標について最後お聞かせください。まずは英語をもっと勉強して世界いろんな国に行ってみたいなと思っています。ありがとうございます。本日は、インタビューにお答えいただきありがとうございます。ありがとうございました。